初代武田大江とは、江戸時代のからくり師。また、そのからくりを使って、興業をした人物。説明書図へより、武田大江綺麗儀場の図。オランダ人たちが武田からくりを見物する様子を描く。名は清房。二代目武田大江は、長男。初代武田出雲は次男にあたる。初記録の伝えるところによれば、武田大江は、元。 阿ワ国の出身であったが、江戸に住んでいた時浅草観音より砂を動力とする、からくりの工夫を授けられ、万事元年、京都に登り、朝廷に、からくり人形を献上して、出雲目を受領し、武田出雲と名乗ったが、翌年の万事2年に、大見城を、再び受領し、武田大見と改名する。その後、開文2年大阪道頓堀において、環境を得て、 カラクリ仕掛けの芝居を興業した。武田大海のカラクリ工業は、武田芝居また武田カラクリとも呼ばれ、大阪の名物となり、後に江戸でも興業されて、評判となった。初代大海はもともと時計室なわち和時計を作る職人ではなかったかと言われている。記録によれば、時計カラクリの名人とも評され、また、永代時計と称する旧尺ほどの大きな時計を作ったが、 それは時を告げ、二十四世紀、月や太陽また星の動きまでわかるという機能を持ったもので、後の田中久し製作の万年時計に殺禁じるものだったという。後に、初代大見の次男である初代武田出雲は、竹本座の座元となるが、その初代大見以来のからくりの技術が、当時の人形浄瑠璃と結びつき、近松門左衛門の作品などで使われている。なお当時は、 カラクリのお前座として、子供による歌舞伎の芝居が演じられていた。後に、カラクリの人気は振るわなくなるが、武田大江の名義で興行される子供芝居は、武田芝居という名で、後々まで残ることになるのである。デジタル版日本人、名大辞典プラス、ありがとうございます。